サッカー日本代表は17日、キリンチャレンジカップ2023でチュニジア代表と対戦し、2対0で勝利した。日本代表守備陣は、試合終了間際まで相手にシュートを1本も打たせなかった。冨安健洋は、クリーンシートで抑えるというのは、試合前からみんなで達成しようと言っていた、と明かし、その目標を見事に達成している。一方、バイエルミュンヘンでプレーするカナダのスター、アルフォンソ・デイビスは、日本には想像以上に恐ろしい力がある、と認めた。カナダのマスコミはチームのパフォーマンスを批判したが、それでもデイビスとスターディフェンダー冨安を称賛した。冨安は本当に強い壁で、それを超えるのは簡単ではないと言われています。ラインコントロールは自分の役目という冨安は、コンパクトに保つ重要性に触れる。試合の流れを見ながら、プレスに行くところと行かないところを前、フォワードに伝えていた。前線から最終ラインまでの距離が大切で、高い位置であれ、低い位置であれ、その距離が変わらなければなかなかやられることはない、と話している。フィアスが言う、行くところと行かないところの判断については、相棒の板倉校も、みんなが似たようなことを描きながらプレーできている、と手応えを感じている。右 CB の板倉は、右 SB の菅原幸成との関係性を例に挙げ、幸成が、プレスに行けると判断したときは、それがスイッチになる、自分が後ろのポジションを取るので、気にするなと言っている、と阿吽の呼吸が生まれている。チュニジア代表は 5-4-1 の WB が高い位置を取り、日本代表の4バックに対して数的優位を作ろうとしていた。それに対して日本代表は、板倉が試合を通して数的振りでも守れた。ディフェンスラインは意識的に大外を捨てていた、と振り返るように、1トップと両 WG の3人を4バックで見つつ、両軍の両ボランチがマッチアップする形となり、相手 WB が高い位置でボールを持てば、日本代表の SB がスライドして4対4の状況を作っている。遠藤航はカナダ代表戦の後に、後ろの選手は人に強くいける選手が揃っている、と言っている。カナダ代表戦では相手の2トップに対して両 CB がマンツーマンで対応し、2対2で守っていた。リスクのある守り方ではあるが、数的同数で守ることができれば中盤で数的優位が作ることができる。見合わせは異なるものの、それはチュニジア代表戦でも同じで、森保一監督の言う、いい守備からのいい攻撃にも通じる。計24得点で6連勝という結果の裏側には、冨安や板倉を中心とする積極的なディフェンスがある。